はい、こんにちは、木村です。今回もフィリピンの最後の秘境エルニドからお送りします。今回はですね、サラリーマンが安定してセミリタイアをする最強の方法ということについてお話したいと思います。まあ、不動産投資について私がお話をずっとしていますから、それが中心になるんだろうというのは分かると思いますが、もちろんその通りです。不動産投資がベースになります。で、そしてですね、まず、サラリーマンはまず不動産投資をやるべきなんですね。まあ、それがスタートになります。そしてですね、そこで得た利益っていうのをですね、銀行の預金に置いとく、これは一番愚かなことですね。全く増えないです。どころか、為替等々のことを考えると目減りする、長期的には目減りするリスクの方がずっと高いです。なので、貯金をするんじゃなくてですね、そこで得た利益というのをですね、他の投資運用に回すということなんですね。これ非常に大事です。で、そこで、不動産投資以外でですね、お金にも、そのお金にも働いてもらう、家賃収入で入ってくるお金をですね、それをですね、うまく他の投資運用に回してですね、働いてもらうということが非常に大事になってきます。世の中にはですね、いろいろなですね、利回りのいい商品って実はあるんです。日本の銀行とか証券会社で紹介されるようなですね、ファンドだけじゃなくて、もっと他にいろいろあるのでですね、調べられた方がいいと思います。もちろん詐欺まがいのものがあるので、本当に小規模だとか聞いた方がないようなっていうのは避けるべきでしょう。また、リスク分散のためにですね、複数のところに分散して投資運用するというのも大事です。ですから、ある程度基本的なことはちゃんと学んで、またうまくいって人から話を聞いて、できるだけ失敗しないように、失敗したら元も子もないじゃないですか。やっぱり安定して増やすということをですね、できるだけ早いうちからスタートして、そして、不動産これも着々と増やしていって、やっぱりね、5年10年ぐらいをめどにですね、複数の収入源を作って、それからセミリタイアするということをお勧めします。私もそれで10年かけてじっくり不動産をベースに、そして他のいろんな投資運用関係をこう育てる、失敗したものもあります。でもうまくいけばですね、結構安定して増えていくものです。そういったところから毎月いい収入を得てですね、そして本当に完全な不労所得、セミリタイアということが実現するというわけですね。はい、この考え方ぜひ覚えておいてください。はい、今回は以上になります。